ちは、かよです。今回はですね、ちょっとね、まあ前の動画でも話してたんですけど、結構風邪を1週間ほどひいて寝込んでおりまして、その間ね、スキンケアどころではなくって言ったらあれなんですけど、本当にメイクも全然できてなかったし、保湿したりとかもできてなかったので、結構ね、お肌がニキビができてるっていう感じ、まあニキビもちょっと顎の下ら辺にあるんだけど、っていうよりかは毛穴の詰まりとかプツプツ、毛穴自体が広がっちゃってたりとか、通常のお肌のいい調子の時期よりもちょっと傾いてる時期なので、そんな時にすごい私が最近推しているおすすめのね、 SOS の時用のルーティンというかスキンケアがあるので、紹介したりしながら朝の準備メイクをしていきたいと思います。最後までぜひ見ていってください。どうぞ。まだ扁桃腺がね、腫れてて、扁桃腺というか喉が腫れていて、本調子ではないんですが、まあ、コロナの検査とインフルエンザの検査はね、病院でしたけど、両方違かったので、そこはご安心ください。はい、ということで早速やっていきたいと思います。こちら、ピカームっていう韓国のブランドになっております。今回はこちらのピカームの製品でお肌を整えていきたいと思います。なんかこのピカームが本当にこうお客様ファーストっていう感じで、お客様の声から生まれたっていうブランドみたいで、アンケート調査を軸に敏感肌の方の悩みを定義し、敏感肌の悩みを解決すべく製品を企画開発しました。お客様の悩みを解決するがモットーのブランドっていう。でこれ実際に使ってみて本当にお肌に優しくて使い心地が良かったので、まずこちらのクレンジングで、この辺のね、ニキビが風邪ひいてて寝てる時にやっぱ布団でこうやって首まで布団に入って寝てたので、この辺がちょっとザラザラしてて不調かなっていう感じの現在のお肌です。これちっちゃいニキビとまではいかないけど、ちっちゃいプチプチとかがあったり、あとは毛穴が開いております。ということで、まずこちらアンダーポア洗顔フォームから使っていきたいと思います。もうね、顔洗う気満々でこれつけてるんですけど、こちらがなんかね、すっごいこんにゃくみたいな、しっとりと柔らかくて優しいテクスチャーなんですけど、なんかね、もう泡立てずにこのままお顔にのせちゃって滑らせると、少し顔で泡立つ感じというか白くなるんですけど、でちょっと水を含ませると滑りが良くなるので、まあちょっと泡立てて使ってもいいしっていう感じで、はい、こんな感じ、まあ、本当に摩擦とかを与えずに優しく洗顔できます。はい、でこのね、顎周り、私本当に荒れやすいので顎周りもしっかり洗っていきます。よし、じゃちょっと流してきますね。戻ってきました。もうこの時点でなんか突っ張ってない感じがあって、すっごい好きです。ジェルって結構肌に刺激を与えずに、まあ、泡洗顔と同じぐらい私はすごい信用してて、なんか泡洗顔ってものによっては柔らかすぎて洗い流せてるか不安になるレベルのものもあったりすると思うんですけど、このね、なんかこう絶妙なジェルと泡の間みたいな、こんにゃくのような優しいテクスチャーのまま広げてあげても、もちろんお肌に負担なく使えて、でしっかりね、余分な皮脂とかは流してくれるし、だけどなんか突っ張りすぎてないという感じが素晴らしいです。で毛穴とかにも改善効果があるみたいで、朝も夜も使うのもいいと思います。そしたらこちらのトナーを早速使ってきます。ジャバジャバ使います。はあ、もうね、結構これは早めにね、洗顔した後なるべく早めに私は化粧水を塗るのをおすすめします。なんかまさに私が好きな感じの化粧水で、シャバシャバなんですけど、なぜか保湿力を感じるという、なぜかとか私が最近ハマってる化粧水とかも大体全部そうなんですけど、初めからトロトロの感じっていうよりかはサラサラなんですけど、ちゃんと奥に入っていくとしっとりするっていうタイプが混合肌の私にはぴったりだし、このね、ピカームっていうブランド自体はニキビ肌さんだったりとか敏感肌さんに向けて作ってくれてるような、本当にこう優しいブランドで、保湿力もあるんだけど、なんかこうのっぺりしすぎてないところも私は好きですね。ニキビ悩みがある方とか荒れやすい方にすごく適しているトナーみたいですね。あと無香料ですね。全部変な匂いとかもしないので、香りに敏感な方とかも使いやすいです。使い心地がマジで良くて、なんか今までのシカの化粧水とか肌荒れ
用のスキンケアのものって結構なんか悪くもないけど良くもないというか分からない、さっぱりしててなんか本当に保湿されてるかなみたいなちょっと心配になったりするものとかも結構私のお肌的にはあったんですけど、これは本気でねなんか保湿を感じるんですよ化粧水の時点で。なのでこれはめっちゃおすすめできます。こちらがポルシカアンプルっていうアンプルを次に使っていきます。結構とろみのあるアンプルなので私は化粧水の後に入れるようにしてます。1プッシュで全顔いけるんですけど2プッシュぐらい出してあげるとものすごくこうたっぷり満足感高めに首の方まで持ってってあげれるかなっていう感じです。すっごいもちもちになって朝もねもちろんメイクの邪魔もしないし、もう今日こそは気合い入れてメイクしたいっていう日の朝コンディションが悪かったりとかさ、難しいですよねお肌ってなのでそういう時の救世主に使ってもらうのはいいと思います。そして最後こちらピカアムのクリームですね。クリームも大容量サイズで結構しっかり入っております。これはですね保湿力も感じるんですけど重たすぎなくてすごい私的に好きでしたね。ニキビ肌さんってあんまクリームこっくりしすぎて油っぽいクリームとかだと逆にねニキビの栄養になっちゃったりするかなと思うんですけど、これはねニキビの栄養になりそうな油っぽいクリームっていう感じではなくてすごく軽いつけ心地で、乳液よりはもちろんなんかしっかりしたテクスチャーなんですけど、でも全然重すぎなくて使いやすいです。ニキビ肌さんはもちろんなんですけどお肌自体がちょっと薄い人とか赤みが出やすい人にも向いてるクリームみたいで、鎮静しながらお肌をこう守ってくれる、外部の刺激から肌を守ってくれるようなクリームになってます。私はちょっと少量でしっかり保湿力を感じるのであんまりつけすぎずに少なめで使うのがお気に入りです。そしたらね結構ね浸透も早くてそんなにこう寝る時にベッドとかに吸い付きすぎちゃってベタベタするのがくっついちゃうとかもあんまり感じないので、はい、こんな感じでフル装備で使ってみてください。ぜひこれ本当にねちょっとパッケージシンプルでドクターズコスメ感すごいと思うんですけど本当みんなの声で作られたっていうような感じの使い心地なのでぜひ使ってみてほしいです。これがなんとこの動画のコメントにメールまたはインスタグラムの ID を書いていただければ抽選で3名様に製品をプレゼントっていうことでねピカアムの方たちがギフトを送ってくださるみたいなのでぜひぜひ皆さんコメントしていってください。はい、ということでここからはメイク完成させて出発の準備をしていきたいと思います。カフェラテ飲みます。カフェラテも1週間ぶりに飲んだ。やっぱでもさメイクってしてないと唇もめっちゃ乾燥するしお肌もガサガサになるし、メイクって大事ですね本当。そういう風に私はこの1週間寝込んでて思いました。ピカアムはニキビ肌さんにももちろんめちゃくちゃ向いてるんですけど敏感肌さんにねおすすめのブランドなので、全然私別にニキビそんなできないですけどっていう方もトライしてみてほしいです本当。私もね結構ニキビ肌で、昔から見てくださってる方は余計にわかると思うんですけど、もう普通に 2、3個どころじゃないぐらい結構一発で出てきたりとかもするので、今もね結構ちま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 細かいのがねやっぱり寝込んでたしね、これにもあるしいるんですけど、数えたらキリがないよねっていう感じで100% の調子が出てないのでなるべく家の中とかでやってるんですけど、やっぱどうしてもさもうイベントとかもお仕事とかで行ったりもするし外にね行かなきゃいけない時もあるから、そういう時にささっと行けるようにメイクは毎日しといた方がいいですよね。なんかメイクは毎日していたい、自分のテンションを上げるために大事。このねピカアムっていうブランドはなんか火傷をした時のなんか治療からインスパイアされて、やっぱり火傷しちゃった方を治療するのってお肌をね絶対刺激を与えちゃダメじゃないですか、けど治療しなきゃいけないからっていう、その極限の状態のこう治療を参考にして作られた化粧水とかそういうアイテムたちみたいで、お肌に刺激が少なく作れるはずよねっていう感じなんですけど、だから本当にこう敏感肌さん中の敏感肌さんでも使いやすいように作ってくれたみたいです。結局さこの前ファッション動画をこの後撮りますみたいな感じで
ってた動画があったと思うんですけど、その時撮りたかった動画が撮れなかったから、今日ねファッション動画を撮りたいんですよ。鼻が詰まるぜ。今日は簡単な時短メイクでお送りしていきます。今年はさ、本当にスキンケア結構私的に頑張った1年でしたね。リエンダーのカレーラ、リエンダーめっちゃ可愛いんだよね。なんか今年ピンクメイクがね、私的に好きになった1年だったんですけど、意外とピンクメイク自分似合うやんみたいな思えた1年だったんですけど、やっぱでもピンクだけだと私の顔にはちょっとどうしてもガーリーになりすぎちゃうので、こういうベースにコッパーっぽい色とか今っぽい色を入れて、上のような色を入れた後にちょっとピンクっぽい色、ラズベリーカラーを入れるとすごい今っぽい顔になっていいねっていうことに気づいた1年でした。したらあチークこれ横のやつめちゃくちゃ発色がいいです。チークのお気に入りのナーズの317番、よき、OK です。昨日アディクションのイベントに出席したんですけど、アディクションの春コスメがめちゃくちゃ可愛かったので、絶対に動画にしたいと思います。皆さんぜひ見てください。アディクションザ・マスカラニュアンスの PW50105 番、でも行かない時の方がさ、メイクも折れたりとかするよね。やっぱ時間があるからなのかな。でもさ、今日は絶対気合い入れて頑張ってメイクするぞっていう日の方がそんなに折れなかったりとかしませんか？だから本当スキンケアとかもそうなんですよ。今日こそはっていう時に限ってなんかタイミング悪くニキビできちゃった。アディクションのマスカラ好きな人多そう。はい、こんな感じでどうでしょうか。こだわりなんかないかのような感じでメイクが完成しました。今日のメイクが完成です。特に私このトナーがめっちゃ気に入ったので、ぜひみんなに使ってみてほしい。ヘアオイルで、私でも本当にね、髪の毛系はね、やるの苦手なので、髪の毛まで紹介するとさ、みんなすごい喜んでくれて私も嬉しいんですけど、本当にね、参考になる部分は少ないと思うんですよ。ストレートか外ハネか内巻きか、なんだろう、あんまりレパートリーない。コンビニにね、さっきこれを買いに行ったんですけど、飲み物、部屋着ですね。こんな感じでちょっとしたお出かけに行ったりします。まあコート着ますけどね、これにコート着なかったら激寒。はい、ということでこんな感じで私は今日一日過ごしていきたいと思います。ということで今回は、緊急 SOS スキンケアルーティンということで、私がお肌の調子がね、1週間スキンケアろくにできてなくて悪かったタイミングが今日あったので、そういう時とかにおすすめしたいなって思えるアイテムたちを紹介してみました。はい、ということで改めて Q 店とかにねピカーム売ってるんですけど、目代わりのタイミングとかぐらいでしか基本的に割引とかそういうことをねちょくちょくするようなブランドではあまりないらしいので、目代わりのタイミングとか狙って購入してみるのもありかなと思うし、個人的にはねもうストック買いしておきたいなと思うぐらいめっちゃこのトナー良くて、サラサラしてて、なんだ
すごく浸透力があるのにちゃんとこう内側が保湿されているのが分かるっていう感じが、表面的に蓋をしているだけで内側が乾燥してるっていうことが時折ある私にとってはめちゃくちゃいいなっていうお守りアイテムになりました。セラムとかクリームとかもなんかニキビ肌さんとか敏感肌さんに向けて作ってくれてるので、本当重すぎずすごく使い心地が良くて、クリームとかね、私本当に苦手意識が強くて、結構化粧水大好き人間で化粧水たっぷり塗って美容液塗って、まあ、正直ね本当は蓋をした方がいいとは分かるんですけど、なんか最後に重たいクリーム塗っちゃうとなんか次の日結構こうなんだろうぐちゃーっていう感じというか、あんまりこうニキビができちゃってたりとか、あんまりいい感じになってなくて、化粧水で終わらした方が私の肌にはいいんじゃないかと思うぐらい結構なんか気難しい肌なんですけど、このクリームもね恐る恐る塗ったんですけど、これはすごく良かったです。ニキビの餌になることもなく、重たすぎてこう不快感があってベタベタするとかもなく、まあ私はね結構少量で使ってるんですけど、伸びがいいので本当にこのぐらいの少量でもかなりスルスルと伸びてくれて、メイク前とかに今日使ったんですけど、メイク前とかでも一切邪魔しなかったので、本当なんかドクターズコスメラインな感覚というか、そういう感じで使うのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そして最後にもう一度言わせていただくんですけど、今回ねピカームさんからの、嬉しい計らいで抽選で3名様にピカームの商品をプレゼントしてくれるというキャンペーンをやります。嬉しい。で、内容はこの動画のコメント欄にインスタグラムのアカウントかもしくはメールアドレスを記載していただければそれが応募したっていうことになります、まあ、もしよかったら使ってみたいですとか、いつも動画見てますとか、特にこの商品気になりましたとかありましたらコメントに書いてくださると嬉しいです。はい、ということでそんな感じの私の SOS スキンケアルーティンプラス GRWM でした。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターなどもやっているので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。